コンゴ人はアフリカの民族。コンゴ共和国南部のポアントノワール周辺からアンゴラ北部のルワンダ周辺までの海岸部に主に居住するバントゥー系。人口は約1000万人。17世紀に現行後民主共和国のコンゴ人、キリスト教徒によって制作された、貼り付けにされたキリストの彫像。コンゴ人は紀元前5世紀には 現在の居住域である金ン川川口付近に居住していたと考えられている。14世紀には金ン王国を建国し、ポルトガルとの交易などで繁栄したが、やがて奴隷貿易や1665年のポルトガル軍の侵攻などにより衰退し、今後王国は名目上の存在となり、軍有割挙の状態となった。1885年、ベルリン会議にて、 ポルトガル・ベルギー・フランスによって、コンゴ王国領は分割され、コンゴ人居住地も、この三国に分割されることとなり、そのまま現在のコンゴ共和国、コンゴ民主共和国、アンゴラの三国にまたがって居住することとなった。コンゴ民主共和国独立時、コンゴ人は、バコンゴ同盟の党首、ジョセフ・カサブブの下で団結して、独立を要求し、 カサブブは、コンゴ民主共和国の大統領となったものの、バコンゴ同盟は、コンゴ人の利益を追求して、他民族や、パトリスルム・ウンバラ中央集権派と対立し、コンゴ動乱のきっかけを作った。この件を除いては、コンゴ人のナショナリズムは、むしろ薄く、三国にまたがった、コンゴ人の統一運動なども見られない。今後共和国においては、南部人と北部人の対立はあるものの、 コンゴ人内部のサブグループ同士の対立が激しく、コンゴ人としての行動は見られない。一方アンゴラにおいては、独立戦争の際に、北部のコンゴ人が主体となって、アンゴラ国民解放戦線が結成され、アンゴラ解放人民運動や FNLA から分離したアンゴラ全面独立民族同盟と、独立戦争とその後の内戦における勢力争いを繰り広げたが、 今後人部族主義を取り、ザイールのモブツセセセコから支援を受けていた FNLA は、アンゴラの国民的支持を獲得することができないまま1984年に政府軍に降伏した。ありがとうございます。